坂コーチングの西村です。本日は春ワンピっていうお話をいたします。メルマガの617号の話です。先週の金曜日、私はほぼ丸一日かけて春夏物の服を物色して、まあ一部購入してまいりました。昨年から今年にかけて気持ちへこむことも多かったんで、あんまブルーな気分でいると服買わずに服の数減っていくんですね。これはまずいよってことで、明るい色の服とかってちょっと私選ぶの苦手だったりするから、今回プロのファッションコーディネーターの方に買い物の同行をご依頼したのですよ。久しぶりに、その方は私のワードローブ ほとんど全て把握してらっしゃるので、頼むの楽ちんなんですね。ってことで、その方は私のニーズを配慮してくださって、柔らかく春らしい色のものを選んでくださったんですね。ってことで、普段着用の花柄のワンピが今度動画に登場してくる予定です。何枚かゲットしたんです。いやおりゃおりゃこんな感じ。コーディネーターさんつけて、私は買い物同行だったんですけど、まあ、例えば写真撮るのにお付き合いするとか、カラー診断、私もその方それしてもらったんですけど、まあ、そういったのを含めてトータルコーディネートとか服選び、買い物までしてくださるようなサービスってあるじゃないですか。そういった格好でワードローブをプロのコーディネーターに頼んで揃えた方っていうのが、私のクライアントさんには実は2名いらっしゃいます。共に男性です。結構良かったってお二人ともおっしゃってて、特に最近の方はなんかメガネと髪型まで変えて、ますますかっこよくなられてましたよ。かなりお金かかるんですけどね。私前50万ぐらいかかったし、その、最初の方は確かやっぱ同じぐらいかかったっておっしゃってましたけどね。まあそうなんですけど、資金に余裕がある方は一度プロの視点っていうのを導入してみてくださいな。っていうのは、見た目から変えるのって非常に大事なことだと思いますよ。意外と具体的でとっても近道、つまり結果が出るのにダイレクトに結びつく部類のものじゃないかなっていうふうに、まあやってみた私としては考えております。